にちは。みほかのひばりの藤原と言います。またみほカップの告知をさせてください。今年も8月3、4の土日でみほカップをやります。ぜひ皆さんまた遊びに来てレース参加してください。サップとウィンドの両方やります。ぜひ皆さんの参加をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。景品もいっぱい来ますのでよろしくお願いします。選手の皆さんお疲れ様でした。ご協力ありがとうございました。まずはじめに皆さんご存知だと思うんですけど、今回ドローンがずっと飛んでたと思います。撮っていただいたドローンパイロット2人をご紹介します。スカイウィンドジャパンの小野口さんと佐藤さんです。彼らはアクションスポーツ、ウィンドサーフィンではなくてスノーボードやったり、ウェイクボード、サーフィン、ホイール、いろんなものを日本で、日本から海外発信しようという活動もしていまして、あとガオラで番組も持っています。2人で、撮影から編集全部やってるんですけど、今回の動画は、皆さんからどこで見れるんですかっていうことをお伺いしていたんですけど、そちらに入り出していますスカイウィンドジャパンの YouTube で見れるように、もう 4K で撮って何十ギガ150ギガぐらい2日間撮ったらしいんですけど、編集作業が非常に大変ですので、音楽を入れたりいろんなことはもうできないそうなので、もう撮った分だけどんどん出て、これが何レース目の何ヒートっていうのも書きません。皆さんで探していただいて、数日後に、そのぐらいの量を全部取ってますんで、ヒート見ていただいて自分を見つけて、ぜひ参考にしていただければと思います。で、彼の活動は日本だけではなくて、この前アラスカに行ったり、今度ハワイ、いろいろ海外も行って、日本でこういうドローン取れる、そういうことを皆さんに広めて、そして、ウィンドサーフィンがどんどん皆さん上手くなるように、それを見ていただいて次のステップに、インストラクションとして使えるよということも考えて2人で頑張っていますので、これからも皆さん応援していただければと思います。はい、今回ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ではですね、ドローンの挨拶させてもらったんですけど、大会につきましては、昨日は2レースずつ、ジュニア3レースですね、しまして、リコールもなく、今日は、残念ながらファーストマークに風が届かないシーンが結構見られたんですけど、ずっと待っても同じパターンでしたので、できるだけその中でも風が続くところをタイミングを持ってやっていただきました。出てる方としてはなんだよっていうふうに思われたかもしれませんけど、特殊なモトスコのコンディションということでご了承いただければと思います。そして最初昨日朝のスキッパーズミーティングでお願いしたリコールはたった一人でした。たった一人、ありがとうございます。はい、今隠れた人ですね。後ろを見た人ですけど、素敵なスタートを皆さんしていただきまして本当に助かりました。ヒートの進行変わったりですね、いろいろあったと思うんですけど、本当に運営側としても感謝しています。来年ももちろん行いますので、ぜひぜひまた参加していただいて、本当にレベル皆さん上がっていらっしゃいますので、もっともっと上を目指していただければと思います。で、運営サイトの方も一生懸命しておりますので、ぜひぜひまたできることを楽しみにしております。ありがとうございました。よろしくお願いします。それでは最後に、公安の赤池様より、厳しいご挨拶を。もうお疲れ様でした。2日間無事に、大会が成立成功いたしました。これも選手の皆さんご協力の賜物かと思います。感謝申し上げます。寒い中ですね、スタッフの皆さんも本当に頑張っていただいて、風にも恵まれた内容で、行うことができました。本当にありがとうございます。で、来年もということで、これがずっと引き続いて行われていくように私たちも努力していきたいと思います。オリンピックも控えてます。ウィンドサーフィン界が、さらに盛り上がるよう皆さんで頑張っていきたいと思います。また来年も会いましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。をもちまして、閉会式を終了させていただきますが、集合写真を撮りたいので、皆さんもうちょっと前、